なんかありますか皆様。あ、なんかあったら教えてください。くんどうさん、私覚えてますよ。何一の5巡目ですよ、くんどうさん。メモしとけみたいな、ね、今んとこメモ。ルイ、はい、はい、皆さんよろしく。ルイが取るんだ。何曲の5巡目で。ナイスが覚えてんの、クナヤが。なんかぐんぐんが発狂してたよね。ああ、分かった分かった。分かんないね、確かに。この5巡目チーピー持ってきたとこでしょ。ぐんぐん何切ったの。2、1落としましたね、これ。チューンマ。2、1落としたの。そうだと思う。まあ、めちゃくちゃセンスいいよ。よし。チーソー切るか、イーソーリャンズを切るのが正解ですね。ピンズの4567は9ピンが振り点なんだけど、はい、下の方に伸びたら3ピンとか引いたらリャンウッパーピンだし、リャンゾーイーソー、僕はリャンゾーイーソー切りますね。ちなみにリャンゾーイーソーどっち切ったの。あー、すごい一緒じゃん俺と。うまいじゃん。677はポンもしやすいし、ね、いいですね、うん、全然。あともう一個、この手牌からリャンゾーイーソー切る人は、うん、この手牌が567の3色になることがあるっていうのを覚えておいてください。あー、切れない。そうだから、そう、ぐんぐんこれね、はい、今チーピン持ってきたけど、うん、はい、このチーピンのところで例えば6万とか持ってきた時はもうくっきりと567見えるんで、そうですね、4と7ピンズどっち切るっつったら4の方切んなきゃいけないんですよ。みんな7の方切っちゃうんですけど。いや、そうですよね、危険度から考えてそうってなっちゃうけど、だけどこれは3色の手なんで、うん、そうすることで、これ例えばナンとチュンって自分がナンバなんで、ナンの方がポンしやすいじゃないですか、ドラより。そうです。その時にナンドラドラになると3900しかないんですけど、はい、567の3色をつけるとナン3色ドラドラで7700、ほとんど満貫の手になるんで、はい、すごくそのいい判が大事なんですよ。3判と4判の差って、はい、得点が倍になるんで、39が77になるんで、だからここはね、三色だけは忘れないでください。わかります。はい、じゃあ他はあるかな。僕のはトン2曲4巡目です。トン2曲4巡目ゼロ本番。ありがとうみんな。ちょっとこれはチーピンツ持ってるやつで合ってる。合ってるね、それだね。あ、難っす。えっ、あー、むずい。ドラガリアンピンね、アマメア。はい、アマメア何切ったの。天才か。そうっすね。これはですね、ドラガリアンピンなんで、はい、ピンズはもう、うん、ピンズは2467触らないでください。はい、なので、はい、パーマンを切るか、スーソーを切ってください。スーソー。はい、スーソーか。これはね、ウーソー切ってはいけない理由は、ここでウーソー切ってしまうとスーソーとパーソー積もってきた時に赤ウーソーが出ちゃうかもしれないんですよ。うん、あー、でもここで数層打っておくとパーソーがアンコになった時に頭が5になって、はい、赤が出ていかないので、そしてここで数層切る最大のメリットはマンズが4連続系なんで、うん、数万とか持ってきたらいい町になるっていう。なるほど、まあ4連続のくした方が良かった。だけどアマメね、はい、4連続残しても例えば9万とか引いてもタイヤを崩れるだけなんで、だったらここでパーマン切って、もしかしたらサブローソーがいいペーコンになるかもしれないし、その間に例えばもう3ピンとかポンされちゃってもうない時はドラの2ピンと数ピン切って前に攻め返すっていう手があるので、これは僕はパーマンでも数ソーでも正解とします。こういう時もなんかテンパってパーソー切りがち、うん、パーソーはね、あー、端っこだからって思っちゃう、ね、そう、次のツモがサブローソーの時に頭がなくなっちゃうんで、パーソー切るぐらいならパーマンの方がいいっすね。なるほど、うん。何巡目。あ、アマミャ、はい、次、はい、5巡目。そう、なんかこの辺でパーソー切っちゃうんですよね。それがね、ぐんぐんと一緒で、はい、ここでスーソー切ってほしいの。そうか、ここでパーソーを切っちゃうと、はい、次に何を引いてテンパイしてもいい町が残らないのね、うん、3ピン引いてもスーソー引いてもウーソー引いても、うん、だけどそうです、ね、50名の時点でスーソーさえ打っておけば、は
次に3ピン引いたら面単ピンドラドラだよ。黒い嘘を切ってサブロッソだからだ。そう、こいつとこいつ2個切っちゃえばいいのよ。なるほど。うん、そう、アマメで、うん、もしパソ切ってなかったら換算ピン出たら泣いた方がいいんですか。当一局の3900のチー点っていうのは、はい、ちょうど分岐点で愚形を泣いて両面になるならチーした方が得って言われてる。なるほど、うん、この時は換算ピンは泣いた方がいい。泣いた方が得。はい、ね、3ピンっていうのがすごくドラそばで上がりにくいんで、うんうん、1枚換算ピンをスルーしてしまうと、はい、他で使われてることがあるんで、それがもう最後のチャンスっていうことがよくあるんですよ。だから特にこの曲は2人、僕がああいう仕掛けしてるから2つ泣いちゃってるから、とっとと仕掛けて3900で上がっちゃった方がいいね。なのでアマメはここで数層切りね。はい、で3ピン出たらチーしましょう。はい、サブローソーのチーとウーパーソーのポンするはお任せします。どっちでもいいんで。そうなんだよな。じゃあ次はアマメの5巡目ですね。何一曲アマメは5巡目、何一曲5巡目。ここでアマメが2万3万のドラのターツ落としてったんで、ドラ受けの、うんうん、みんなだったらこれ何切る。私は初切ります。初、はい、私も初切っちゃう、うん、これはね、初切りっていうのも一つの正解で、そうすると面単品の678の3色とかが見れるんで、うん、でもう一個の正解は、例えば数層を切ると初アンコった時は使えるし、あと誰かからリーチ来た時に数層を打っておくと初だけで勝負できるのよ。3つの両面で、うん、でもアマメは5ブロック打法に取ったんだよね。これね、実は悪くないんだけど、アマメ1つだけ、はい、7巡目まで飛んでください。アマメは初泣いてチューンを切っちゃったんよ。切りました、うん、ここがアメメ、ここで数層打てるようになると、はい、めちゃくちゃ強くなる。うわあ、どちらにせよ4の層図もチュンもいらなくて、早打ちに危ない方落としてくれる。それ、うん、ピエン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 、ここで数層打てると誰からリーチ来ても一発目はチュンで回避して、うんうん、あと6球前ウッパーピンで勝負っていう。なるほど、うん、なるほど、そっか。だからなんかチューあった後に気づいた、うん、なのでその両面両面のイシャンテの時はそのもうこの数層が浮いちゃってるよっていう感覚を持ってくれると、うん、うんうん、はい、はい、オッケー、ナイス。5巡目、じゃあこれ5巡目の時点でも数層、うん、ちょっとごめんね、ちょっと待ってね。はい、これ5巡目の時点は数層でもいいし、初でもいいし、2万3万は切らなくてもいいかなぐらいだね。なるほどな、うん、結局最後まで数層使わなかったね。うん、使わなかったし、だけど三層とかウーソー引いたらそれもそれで偉いし、実はね、5ブロックって考えるとどっかの2面落とす手は悪くないんだよね、実は。うんうん、だから6、7、8、なんだっけ、3色なんでしょ。3色は見えた。そう、3色は見えてました。オッケー。3色見えてて、ツンツンにくっついてる伸びがありそうな方を残し、うん、そうと思って残したけど、どういう伸びかは想像できてなかった。うん、分かってる分かってる。想像がさ、想像が2246ってあるから、例えばウーソー引いたら3面ちゃんだし、三蔵引いたら234にできるし、でも初は泣けるかもしんないし、で2万3万打ったんでしょ、うんうんうん、だから考え方は全然間違ってないんで、うん、これは別にそこまで全然悪くないんで、いい、うん、全然いいっすよ、はい、はい、うん、悪くないっす。これは5ブロック打法で言えばこれピンズを落としたりマンズを落としたりするはずなんで、7巡目で数層打てるようになったら完璧。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。
こっちの動画も見てね。